どうも、キューティク世界、馬田です。おしゃしゃ、暗黒、クリキントン。おじきんとんだろ、お前。というわけですね、今回、馬田ビデオ、都市伝説シリーズでございます。来た。というわけですね、都市伝説に非常に詳しいこのお方、ミスター関を呼んでおります。おーい。こんにちは。ナイスどうも。いや、ミスター関、太陽に向かってダッシュだ。おい、帰ってこい、お前。今回の都市伝説は、日本最高峰の山として知られる富士山。実は、数々の都市伝説が存在するのね。というわけですね、今回その富士山の都市伝説について触れていきたいと思います。まあ日本で一番高い霊峰として知られる富士山なんだけども、その富士山のルーツとなってるのが、富士の山説ってのがあるのね。富士見の富士ってことでしょ。そう、そういうことなんですよ。そう、まあこの富士の山説ってのがルーツになってるのは、秦の始皇帝にあるって言われてるのね。キングダム。そうです、あの中国のね、最初の皇帝。まああの古い書物ね、史記118巻の淮南鉱山列伝っていう書物があるんだけれども、まあ始皇帝が東海の果ての国、まあつまり今の日本に不老不死の秘薬があるっていうことを徐福っていう人物から聞いたってことが発祥になってるのね。ジョセフはお前別の国の人間だろ、お前。で、始皇帝は早速徐福に宝物とともに3000人の人をつけて海へと送り出したのね。大量だな。薬必要だな。その後ね、始皇帝は徐福の帰りを待つんだけども、まあ、なかなか帰ってこなくて、現地に始皇帝も赴いたところ、実際には出航してなかったらしいのよ。つまり徐福はまだ中国にいたらしいのよ。あ、サボってたんだ。おめえみてえだな。だから始皇帝は改めて日本に赴けっていうことを徐福に命じたんだけども、まあ、始皇帝はまた中国に帰ってくるんだけども、その帰路で始皇帝は亡くなってしまったっていう記述が書いてあるのね。で、まあ、その書物の記述に、富士の薬を名目に実際には出航せずと、皇帝から金品をせしめた詐欺師として書かれてるの。まあ、つまり徐福っていうのはわざと出航せずに始皇帝が海で亡くなるのを待って、始皇帝の持っている金品を目当てに行った詐欺だったのよ、これは。で、実は始皇帝が死んだ後に徐福が書き残した古文書で、宮下文書っていうのが存在するのよ。で、そこにはヒヒイロカネっていう特別な鉱物があって、若さを取り戻せたり、特殊な方法を用いれば遠く離れた場所と通信が可能と。この時代にオンラインの環境があったってことでしょ。そういうことが書かれてるんですよ。すごい、これまたハンドルの上げちゃったよね。お前、開けっぱなしなんだよ。さらに船を使えば、船が空中を素早く移動することができるって書かれてる。 UFO でしょ。 UFO ってことですね。そう先に言ってくれこれは。まあ、この古文書すごいぶっ飛んだことが書かれてるんだけども、実は富士山の噴火の様子などを忠実に記している部分もあって、かなりリアリティがある書物になってるらしいよね。もう一つの説が、富士山には宇宙へつながる扉が存在するのよ。まあこのさっきの宮下文書の話でも、船が空を素早く移動したとか書かれている通り、富士山周辺には UFO にまつわる話が多いのよ。よく目撃情報とかね、あるからね。ありますよね、なんか UFO おじさんとかいますよね。で、 UFO 研究家の間では、関東地方で目撃された UFO は富士山方面から飛んでくるもの、また富士山へ飛んでくものが多いんだって。で、ある宇宙人研究者によると、宇宙人は地球人になりすまして生活をしてて、その基地は富士山にあるっていう説を唱えてるの。何号目なんだろう。山頂で会ってくれ。まあ、なぜ富士山に基地があるかっていうと、日本一高い山として知られてるから、その高い山を基地にすれば日本全国に移動しやすいし、宇宙から やってくる時にも目印にしやすいからだって。このことから富士山には宇宙へつながるワームホールが存在するっていうふうに言われてる。まあ、今後富士山はいつか噴火するっていうふうに言われてるんだけど、その噴火はなんと人工的に行われるかもしれないっていう説ね。これちょっと陰謀チックな話になっちゃうんだけども、3.11 っていう非常に巨大な地震があったでしょ。で、その4日後に静岡県の富士宮市でまたでかい地震が起きたの。で、富士宮って本来地震が少ない地域にもかかわらず、この4日程度のスパンで大きな地震が起こるっていうことは、あの不可解だって言われてるのよ。まあ、つまりその地震にはある狙いがあったってことね。で、その震源地なんだけども、これ富士山を四隅を囲むように起きてるのよ。これが自然現象っておかしいよね。こんな富士山をまるで取り囲むかのように地震を次々と起こすってことは、自然界では気持ち悪い現象なのよ。てか、ほぼ不可能っていう風に言われてるよね。この不自然な局地的な地震の真の狙いっていうのは、旧火山である富士山を噴火させることを狙って人工的に仕掛けられた地震だった可能性があるってこと。まあ、これはちょっと豆知識的なものなんだけど、富士山の麓に、あの、青木ヶ原樹海っていうのがあるでしょ。あの、あそこに入ると、コンパスとか携帯の磁場が完全に狂っちゃうって言われてるんだよね。これ、昔からある都市伝説だよね。そう、あるある都市伝説なんだ。
で、これ理由っていうのは富士山の樹海の土壌が鉄分が豊富なため磁場が狂いやすいって言われてるのよ。で、その樹海に多く生えてる赤松とかの木々が鉄分を多く含んでるから、それは磁気が発生させやすいって言われてるの。だから遊び半分で富士山の樹海に入っちゃうとコンパスが狂ったりとか携帯の電波が行かれちゃって、もうそっから迷って富士山から出られなくなってしまうっていうような噂が広まってったのね。じゃあまあ鉄分あるから貧血はないなレバニラ炒めかただ実はこれ最近は都市伝説の単なる噂なんじゃないかっていうふうに囁かれてて、確かに富士山の樹海って強い磁気を持っていることで知られてる火成岩が地表を覆ってるんだけど、これ別に方位磁石とかコンパスに影響を及ぼすものではないって言われてるのね。だからこれ要するにデマだってことで、全然入っても大丈夫ってことね。ちゃんと道を覚えてる。この富士山を囲うように狙った地震、これは本当に自然のものなのか、はたまた人工的なものなのか、これは都市伝説だとしても噴火に備えて準備をしなければいけません。信じるか信じないかはあなた次第です。